おはようございますす高野雲です、えー、先日私はセロニアス文句の「どこが好きなんですか?」という動画をアップして、えー、すぐに返事が来たのでというかコメントが夜にアップしたら朝に何人かコメント来てましたので早いですね皆さんありがとうございます。で朝確認できたものを紹介した動画をアップしたのですがさらに今回その続きなんですけれどもまた何件かですねアップされていますので。 今回は、えー、そちらの方を紹介していきたいと思います。ドロマスさんですね。会津若松のジャズキッシュドロシーのマスターのドロマスさんのコメントを読んでみましょうかね。躍動しているモンクが好きです。アルバムだとモンクスドリームですね。あら意外 <laughs>、えー。最高に機嫌が良く絶好調な時に一気に録音したようなソロのボディアンドソウルがいつも目にあ耳に浮かびます。 あボディソウルいいですね、ボディソウル、ちょっとあ聞きたくなってきちゃったな、まあ、確かにね、モンクス・ドリームはあんまり私真剣に聞いてないとか、あんまりね、優先順位が19番目ぐらいのアルバムですよね、いや嫌いじゃないんだけど、なんか後回しになっちゃうアルバムで、でもまあ、モンクス・ドリームが好きですとこう胸を張ってね、ドロマスさんがそうおっしゃるのであれば。 ちょっともう一回丁寧にね、聞き返してみたいと思いました、えー。ドルマスさんどうもありがとうございました。で、次がですね、AAA さんっいいんですかね。うん。ああーさん。<laughs> ちょっと分かんないけど、AAA さんと読ませていただきますね、えー。こんにちは。個人的によく聞くのは、アローインサンフランシスコとミステリオーソモンクインモーションの。 同じライブの2枚ですかね。文句、文句インモーション。セロニアスインアクションのことをわざとセロニアスを文句と言い換えて、インはそのままで、アクションをモーションと言い換えているんですかね。まあ、同じライブですからね、ミステリオー要素とね。だから、アローインサンフランシスコミステリオー要素、セロニアスインアクションということであれば、私と好みがめちゃ一致してますね。嬉しい限りでございます。で、文句にはいろいろな魅力がありますが、僕は、 文句の持つ独特の性みたいなももののが特特に好きななかもしれません。あ独叙情性ありますねあったりなかったりですがで演奏というほどではないのですが僕も多少楽器をやりますので、えー、文句の曲を楽器でなぞってみたことがあります文句の曲は発想が幾何学的というかあるパターン を等間隔で移動させるるとどうなるのかそれをあるポイントで対象になるように動かしてみようとかそんな下地が見えてきて面白いと思ったりしました、うん、あとそうですね特にエピストロフィーとかねウェルユニードンとなんてこうクロマチックな進行上がったり下がったりのね曲なんかとてもユニークで面白いですよねである意味バッハ的でもあるのかなとあまあま確かに、ね、バッハ的まあ全然 曲から受ける印象みたいなものは全然違いますけれども曲の構造的にはそれであの譜面とか実際に指で音を鳴らしながらたどっていくと非常に規則的あるいは等間隔的で等間隔なんだけれどもそれが上がったり下がったりみたいなものを感じさせる曲もあったりもしますよね。まあ、先日したエピストロフィーーああととはは、えー、ベルユーニードンななんかがままさににその顕著な例ではありますけど、まあ、逆に言えば 全くそんなの感じさせないような曲もあったりとかで、まあ、面白いっちゃ面白いですけれども、まあ、確かにバッハ的ではあるかもしなバカ的なところもあるかもしれないですね言われてみればそういうところもありますよねで。AAA さんは 楽器を多少やりますのでお書きになられててますすが何のの楽器をやっっかちょっと興味津々ですよね、まあ、楽器によっても多分ですけど受ける印象がだいぶ違うんじゃないかなと思うんですよね同じ文句の曲をなぞるにしてもねピアノだと分かりやすいというか分かりやすいというか認識しやすい気づきやすいかもしれませんね等間隔にこう配列されてるので音が 国権って規則的に並んでいるのですこれをなぞってくると形でその指の形だったりとその鍵盤の押すパターン認識ができた上でのそのパターンを1個だけ上にずらすとかまた1個だけ下に戻すっていうような。 指の動きからしてもその文句の規則性みたいなものが認識しやすいのことはあるのかもしれませんよね。まあラウンドミッドナイトとかクリプスキュール・ウィズネリーとかモンクスムードとか全然ですけれどもねだけどある種の何かロジック みたいなものはそういういいの和音の積みみ重ねみたいなものにも感じさせられるところがあってそれはそれでとても興味深いですし意図的な「ずらし」みたいなものも面白いですよね規則的というよりはあえてその規則を打ち破ろうというなんか構造力引力みたいなのをわざと働かせようとする4小節があったりとかしてそこもまた面白いかもしれませんねストレートノーチェイサーの。

考えられていいるなとも思ますし遊んでいるなとも思いますし,ますしだけどちゃんとあの音楽として、まあ、作品として、まあ、芸術してるなとも思いますしねその辺に見せられる人はもう中毒的に見せられてしまうのでしょうねあの某 N さんのような感じでね。まあ、某 N さん以外にも あのちょっと前にも動画でちょっと紹介させていただきましたけどねギタリストのビル・フリゼールなんかもねこれも視聴者さんからの紹介でレッドソファ,ソファあごめん動画中でレッドカーペットと言っちゃった,たにもしましたけど申し訳ないですが、えー、レッドカーペットコンサートレッドカーペットライブかなんかまあ、コロナ中だったと思うんですけどね自宅かどっかまあ広いところであの 赤いソファーに座って淡々とギターソロを奏でている動画なかなかしみじみと感動なんですけれどもそこであの文句の曲「クレプスキュール・ウィズ・ネリー」をやるんですけれどもまあ文句は体に染み込んでる人なんだなぁなんて思いましたけれどもねあの少ない弦でねもう本当に2本とかを押さえて文句の2本だけ発音させるだけで文句のニュアンス出しちゃったりとかもしてね。 なんかすごく考え抜かれた音と音の組み合わせ距離感とか関係性とかそういうのに対してめっちゃくちゃこだわり、まあ、視点を持ってるギタリストだということがよく分かったのと同時にそういう視点そのセンスみたいなものの下地にはもう明らかにセルエンス文句的な思考パターンっていうのが。 下地にあるんじじゃなないかなってことこを感じさせられましたけどねそういう本当にあの文句に浸水しているミュージシャンもいっぱいいるんだなということが分かって嬉しくなりましたね。あと有名どころだとスティーブ・レイシーなんかもそうですけどもね、まあ、このようにやっぱり分かる人には分かる人なのかなもう刺さる人には刺さる人刺さない人は全然刺さないと思うんですけど、まあ、それはそれで全然いいと思うんですけど、まあ、人それぞれツボが違いますからね。 私の場合もかなりもう初期に刺さった口ではありますよね長井さんなんかもそれまではずっとねロック一筋800年ぐらいな人が急に文句でジャズになっちゃってるっていうことからもやっぱりそういうちょっとアーティスト気質 っていうのかなちょっと職人気質というのか、まあ、あの単なる楽器バカかもしれませんけれども,もう楽器人間をあのでさらにただ単にうまく弾くだけではなくて考えて楽器を弾くようなタイプの人にはある種そういう共鳴する何かをセレニアス文句は持っていることは確かなんじゃないかなと思いましたね。ということで、えー、今回もですね セロニアス文句の曲あ、どういうところが好きかなと、文句のどうが好きなんですかという、えー、動画にいただいたコメントをいくつか紹介させていただきました。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。